連合株式会社は、大阪府大阪市北区中野島2丁目に本社を置く、板紙、段ボールを中心とする紙製の包装資材を製造、販売する企業である。板紙や段ボールの業界では、最大手である。板紙、段ボール一貫の大手であり、板紙から、段ボールや式等の紙製の包装資材を製造、販売する企業である。創業者、井上次郎は、 1909年に日本で初めてダンボールを事業化した。ダンボールという名前は井上の命名である。また、世界で初めてダンボールの連続運転装置を開発した。連合の車掌は、創業当時賛成者の3と正の文字を図案化し、井上貞次郎が考案したものである。その後、連合式株式会社設立の際も、 ダンボールの段の連ねね合わせと、号の字をもイメージさせる、この車掌が、新車名にふさわしいとして継承された。連合の創業者である、井上貞次郎は、苦心三端、試行錯誤の末にダンボールを作り上げた。井上が独自に提唱した、経営哲学として、金と間がある。金は、お金と、鉄のように硬い意志を意味し、と、は、英語で言う&、 間は、間心の真と、間を意味する。すなわち、金と間とは、英語で言うと、ゴールドタイミングである。お金を握ったら死んでも話すな。近鉄の意志を持ち、タイミング、チャンス、正気を逃さず、間心を込めて経営性をととく、商売の鉄則であり、井の上の造語である。2000年に社長に就任した大坪清は、 業界の地位向上と長年にわたる業界の過藤競争体質に決別すべく需要に見合った生産体制の構築を目指し自社設備の統廃合を進めると同時に板紙のプラットフォーム作り、腰、板紙、段ボール、サイン一体の構造改革、フルコスト主義などのキーワードを掲げ、業界内の意識改革を強力に推進した。右肩上がりの成長が望めない。 国内市場において、売れた分だけを作る体制を確立した。腰板紙、段ボールの産業界が3位一体となってダンボールリサイクルシステムの基盤を固めることにより、100%リサイクル可能で、環境に優しい循環型包装材である段ボールの環境性能は、さらに高まった。2010年には、昼間の使用電力のすべてを、 太陽光発電で賄う福島矢吹工場を開設した。C フルート弾、ボール、デルタフルート弾ボールや LCC 弾ボール原子を開発推進し、ダンボールの軽量化に積極的に取り組んでいる。ダンボール製空調ダクトや望遠ダンボールといった従来にないダンボールの新たな用途開発を進めている。戦前は朝鮮の慶状、台湾の台北、満州の方天、 中国の上海と天津に工場を展開していた。やがて太平洋戦争の敗戦によりすべての在外資産が接収された。戦後は1970年代以降、日本のダンボール産業が世界的にも生産技術をリードするようになり、ダンボール製造機械や技術のライセンス供与を中心に海外との交流を行ってきたが、1990年マレーシアにて、 ダンボール合弁事業を開始したのを皮切りとして、海外事業を本格的に展開した。現在、中国、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、米国に、精神に工場、ダンボール33工場を、はじめ、何放送、10放送も含め61箇所の生産拠点を持つ。中国においては近年経営のスピード化を念頭に、独自化を進めている。 2011年には、香港の印刷、放送製品業者である、大鳥京印刷集団有限公司に、資本参加した。2014年、米国ハワイ州に段ボール新工場を建設した。2011年の東日本大震災を受け、社長の大坪は、100万一新をキーワードに、グループ一丸となっての復旧復興を唱えるとともに、壊滅的被害を受けた仙台工場を、 雇用を守ると同時に、地元復興の先導役も任じ、いち早く、同じ宮城県内での新工場再建を決定し、1年という短期間で完成させた。この間、何があっても絶対に雇用は守ると宣言し、人身の安定を図るとともに、地元経済復興へ向けても大きなメッセージを発信した。ありがとうございます。